皆さんこんにちは、ギターのすみです。今回の動画は、茨城から茨城へということで、動画を撮っていきたいと思います。また移動の動画になります。はい、それでは JR 常磐線牛久駅を出発していきたいと思います。今回はですね、茨城から茨城へということで、この茨城県は、牛久市から、そして大阪の茨城、これは茨城でしょうかね、茨城か岐か、だんだんねみんな分かんなくなっていくんですけど、大阪の方は茨城点々つきますね。はい、常磐線牛久駅を出まして、六国国道6号線を経て都内に向かいたいと思います。 JR の牛久駅を出ると、まあ、国道6号線は近いんですね。ですぐに六国に出ることはできるんですが、牛久沼を望むことができる、とっても綺麗な風景を撮る場所があるので、ちょっとそっちを経由して走っていきたいと思います。ここからちょっとすると牛久沼が前方に広がって見えてきます。とっても綺麗な景色ですね。綺麗な牛久沼の風景が見えますね、前方に見えます。はい、ここから国道6号線のバイパスを、利用していきたいと思います。このバイパスはですね、取手まで、バイパスになってまして、旧富士城町の市街地ですね、を通らなくて済むという風なバイパスになっています。まあ、ここはね、本当地元なんでね、細かく説明ができるんですけれども、まあ、地元であればあるほど、密な説明もできるということで、行きたいと思います。天気のいい時はここから、ちょうど今ここからですけれども、スカイツリーを眺めることもできるんですね。今日は、見えないですね。今日は見えないけれども、冬の天気のいい時にはこの茨城のここからスカイツリーを見ることもできます。現在利根川の、橋を渡っております。利根大橋ですね。この橋は約1キロありますけれども、千葉県と茨城県の県境に、なっています。でここを越えると千葉県に入っていきます。今回は、都内を抜けるのをどうするかいろいろ考えてるんですけど、まだ計画がはっきり決まっていなくて、走りながら考えているところですね。で大まかにチョイスは3つあるんですけれども、はい、今千葉県入りましたね。大まかにチョイスは3つありまして、1つは東京のど真ん中を突っ切って、そして国道1号線か246どちらかかのルートを取るコースで、もう1つは、ですね、もうそろそろ、あるんですけれども、利根大橋を渡り終わると農道というのかな、右に入っていく道があるんですが、そこを、すっ飛ばしていって、柏インターの方まで一気に行って、16号線からぐるーっとこう回っていくルート、そして八王子の方から、西に抜けていくというルートですね。でもう一つが環七まで行って、環七で左に曲がって葛西、の方向に行きまして、東京ゲートブリッジを通りまして、そして都心を抜け、避けていくというコース、この3つがあるんですけれども、まだ、考え中です。であと数百メートルの信号を曲がらなければ16号線を取るコースは、外れるということになりますけど、おそらくですね、この日中の時間、今は午後、ちょうど昼間ぐらいなんですけれども、ですね、この時間だとおそらく16号を取るよりは、都内をもう突っ切っていくか、葛西方面から回るか、どちらかのコースの方がおそらくいいかなと。まあ、16号線はね、かなり遠回りになるので、渋滞するような時間だったらそちらのルートも可能性としては、まあ、あることはあるんですけど、今の時間帯を考えると都内を突っ切っていこうかなという可能性が濃厚です。まあ、あとはこの渋滞情報にもよりますね。これにもよりますけれども、環七近くになりましたらまた判断していきたいと思います。はい、ただいま、6号線と16号線が交わるですね、ヨバツカの交差点を、
高架で越えていくところになります。ここは千葉県の柏市ですね。柏市でこの与罰化の交差点というのはとっても大きい交差点、まあ、動脈の一つですけれども、まあ、ここの動脈同士が、交わるという、まあ、交差点ですね。大変有名な交差点ですけれども、ただいまその交差点を越えました。で、柏駅すぐそばを通ってさらに都心の方へと向かっていきます。今回のこの移動は茨城から茨城へ、一般道のみを使って移動するというこの趣旨でやっております。ですので相当時間はかかると思うんですが、途中寄り道も入れながらちょくちょく、楽しんでいきたいと思います。とりあえずはね、都心を抜けるまでは、とりあえず休憩はなしで走っております。その後夜ご飯を食べるために、町田近辺で、一旦ストップしたいなと思ってますけれども、その後は静岡浜松方面で向かって、休憩できるところがあれば休憩しながらというふうに向かっています。はい、東京に入りました。まだ国道6号線を走ってますが、もうすぐですね環7が、近くなってきますけれども、まだ都心を抜けるか環7に入るか迷っています。まだ決めかねています。どっちにしましょうかね。まっすぐ突っ切っていければ一番早いんですが、まあ、これは本当に渋滞の具合によって、どうにでも変わってしまうというものがありますけど、あと環7の方から、東京湾を、まあ、走る、ルートですと、まあ、これ動画的には景色がいいかもしれないんですよね。で、天気もいいことですので環7通るかなっていう風な気持ちも結構あります。まだ決めかねています。はい、そろそろ環7の交差点に近づいてきますけれども、青戸の交差点でしょうかね、確かね。上り線の交通量、通行量が多いので、やはり環7に逃げたいと思います。葛西方面に入っていきたいと思います。で、葛西方面から、あれ、ちょっと引っ越しの車が止まってますね。葛西方面に入ってから東京ゲートブリッジの方を抜けて通って、横浜方面へと抜けていきたいと、決めました。もうこれで行きます。はい、青戸8丁目ですね。青戸8丁目の交差点で、左折をして環7に入っていきたいと思います。環7はね、どっちかっていうと池袋方面に、行くことは多いんですけど、葛西方面に行くことは僕は、あんまりないんですけどね。はい、行きたいと思います。環7、葛西方面は結構流れています。やっぱりね、都心方向行くと、まあ、東京のど真ん中は信号も多いですし、やっぱりね、車の流れから言うとちょっと避けていく方がいいのかなと。もうね、こっち曲がってしまったからね、そうやって解釈して行くしかないんですけど、まあ、信号の数なんかから考えたら多分こっちの方が早いんじゃないかな。早く会ってほしい、早くなければならないという風な、心持ちで運転してますけど、で、車の中で一人で喋ってるとなんか変ですよね。まあ、動画のためです。はい、葛西方面への環7通り、まあ、なかなか通行量が、少なくて快適に、走っております。やはりこっちのルートを取って良かったかなと思います。まあ、道がね、こう片側2車線で整備されているのと、それから都心をね、突っ切っていくとやっぱり信号も多いですからね、歩行者も多いですし信号も多いので、その分やっぱりこう時間がかかってしまうということは予想されるので、やはりこっちに回っていいかなと。これはね、今のうちに自己弁護しておきます。はい、はい、現在新木場若洲線を走っております。まもなく東京ゲートブリッジを渡っていくことになります。
見えてきますけど、東京ゲートブリッジを渡っていきたいと思います。東京湾のね、一角を渡っていきます。臨海道路を抜けて、現在第一京浜を走っております。川崎近辺を走っていますね。国道15号線になります。はい、すっかり暗くなってしまいましたが、現在、相模市ですかね。富士の裾野をですね、走っています。国道469号線で、246からずっとこう延長でね、この469に移ってきました。でこの道は富士山の、麓をずっと横切っているような道なんですが、信号がほとんどないのでスイスイ来ています。暗くなったら本当に真っ暗で、山道なんでね、本当に真っ暗ですね。電灯もないので非常にこの何て言うのかな、まあ、山道と言える本当に山道ですね。ですけれども、まもなく富士宮市に入っていきます。もう富士宮入ってるのかな。で今日の宿もう早めに入ってしまいますが、富士市に、宿を取っているので、まあ、今日はそこまでということになります。そしてその続き、茨城ではまた明日の朝出発ということに、していきます。夜のねこの山道がね、まあ、山道は全然慣れているのでいいんですが、本当に真っ暗ですね。車も全然走ってないです。まあ、こんなところ、まあ、初めて走る山道は、まあ、気をつけないと、いけないですけど、とっても運転していて楽しい、ものですね。初めて走る山道っていうのは本当に楽しいです。到着しました。今日の宿の駐車場です。おはようございます。7月7日金曜日ですね。富士山が綺麗に見えます。ちょっともやがかかってますけれども、輪郭ははっきりと見えます。現在朝ですけれども、この富士市から大阪に向けて再出発したいと思います。はい、では行ってみます。1号線に乗りました。これでひたすらですね、1号線を西の方向に向かって進んでいきたいと思います。はい、国道1号線を、浜松まで、来ました。ここでですね、豊橋方面へと移っていきます。
現在午前11時40分ぐらいになりますが、国道1号線の浜松バイパスを走っています。もうすぐですね、道の駅があるんですけど、そこで休憩したいと思います。ただいま浜名大橋を渡っています。左側は太平洋、右側はガードレールでちょっと見えないですが、浜名湖が、眼下に広がっています。道の駅塩見坂に、一旦泊まって休憩したいと思います。海が見えて、でここは足湯も体験できます。こんな感じで。そんなに暑くないですね。いいですね。しらす丼を頼んでみました。遠州灘さんの、しらすですね。山盛り乗ってます。すごいですね、美味しそうですね。こんな感じです。で、他におかずはこんな感じでついています。はい、愛知県に入ります。愛知県に入るのとほぼ同時ですけど、国道23号線に、切り替わっています。まあ、これ二手に分かれて、国道1号の方に行く道と23号に行く道と、まあ、分かれるんですけど、23号で今度は西に向かいたいと思います。現在国道23号線の、桑名市付近を走っております。もうすぐ四日市にアプローチしてくるところですね。もう名古屋は、過ぎていますけれども、だいぶ進んできております。ちょっと天気はですね、曇ってますけれどね、非常に気温が高いので曇っててくれてちょうどいいなという感じです。今国道25号線名阪国道を走行中です。久我というところをね、もう少しで、通過するところですけれども、この国道は昔高速道路だったというふうに話を聞いたことがありまして、まあ、本当かどうかちょっと分かんないけど、多分本当だと思いますけれども、これでですね、奈良方面までこの国道25号線を、走っていきたいと思います。道の駅伊賀で伊賀越え漬けというものを買ってみました。漬物ですね、初めて買いましたけど、道の駅伊賀で、まあ、何かこう、ね、ここにまつわるようなものを何かないかなと思って探してみたんですが、白瓜の中に大根とか生姜とか、しそなどを、まあ、入れてあるというふうな漬物だそうです。国道25号線を降りて、今はですね、奈良の町の中を走っています。これから大阪の茨城へ抜けていきますけれども、結構奈良の町の中は細い道が多いですね。とっても細い道を走っていますけど、ナビが言う通りに、走ってます。遅いです。街の中はね、結構ドブがね、蓋がないんですよね。だから結構乗せすぎないように気をつけないといけないですね。すっかり暗くなってきて、おります。いやでも細いですね、道が細い。こんなところを行くんですか。ちょっと国道や県道を走ってるかと思ったけど、山梨左方向です。山梨700メートルです。右方向です。
しょうか。おーっと、こんなとこ入ってるんですか。じゃあナビの言う通り行きましょう。すごいですね、住宅地ですね。この道が2キロ続いてるとも思えないけど、続いてるんですね。はい、ようやく走りやすい道まで、出てきましたね。もうこのぐらいになると安心です。ナビだけ見てるとね、なんか山道に見えるんですよ。だけど、あ、そっか、これ縮尺が 1.6 キロになってるからですね。ついに大阪に入りました。真っ暗なんでね、画面で見ると空がなんとなく怪しげな青で綺麗ですけど、ついに大阪に入りました。はい、茨城駅まであと10キロを切りました。もう目的地がね、もう茨城っていう名前が見えてくると、なんか 2% ぐらい地元に戻ってきたかなという感覚にもなる、ならないかならないんですけど、はい、300メーター先左ですけど、相変わらずね、大阪の街の中、奈良のももうね、こう街の中を走ってましたけれども、大阪もこういうね、入り組んだ街の中を走っています。これはですね、ちょっと待ってくださいね。ここナビだとまっすぐなんですけど、右折します。というのはまっすぐ行くと有料道路なので、一般道限定の動画としては通るわけにはいかない。最後の最後で、エラーを起こすわけにいかないんで、遠回りになるけど右折します。そうすると、元に戻そうとする、ナビの指示なので、ちょっと無視して地図だけで、行きます。地図を見るのは慣れているので、まあ、いいんですけど、この道だと一旦、どうしようかな。一旦これ右でも左でも行けるな。どっちでも行きますね。ちょっと行ってから右曲がって大通りに出て、ちょっと回ったところの橋から渡っていきます。川があるんですよね。川を渡らなきゃいけなくって、はい、300メートル先右手前方向というのはナビ通りに、行こうかなと思います。で、これ曲がるの大変ですね。大変だけど曲がりました。で、今度は大きい通りに出ると思うんで、そしたら、左折をします。はい、ここはナビは右って言ってますけど、右行くとまた同じ有料道路に行ってしまうので、左に曲がって別の橋を探します。はい、OK ですね。新しい方向が出ました。7キロ先、あ、そっか、まだ茨城まで、駅まであと 8.2キロあります。時間で言うと10分15分、まだちょっとありますね。いよいよ茨城市に入りました。あと4キロほどで茨城駅の東口に着きます。茨城の出発が茨城の牛久市で、JR 常磐線の牛久駅の東口スタートだったので、まあ、ゴールも
茨城駅の東口、同じ東口にしようかなと、いうことで、まあ出発と、ゴールと、設定していますね。夕方ぐらいに着くつもりだったんですけど、まあだから、ね、今日ね朝出たんですけど、まあ、あちこちというかちょこちょこ寄り道をしているうちに時間が、経ってしまいました。まあ今日は移動だけのつもりなのでまあいいんですけど、はい、まもなく目的地茨城駅に到着いたします。はい、茨城から茨城へ、一般道限定で、来ました。長かったです。正直長かったです。これはこれで楽しめる、旅だなと思います。まあもともと車の運転は好きなので、とても楽しいんですけど、まあ、こういう、まあ、目的を持ったこの移動の仕方っていうのもね、まあ、ただ単に大阪に来るというだけでなく、まあ楽しみながら、移動してしまおうということで来ました。で、茨城駅、まあ本当に木か木かって本当に言いにくいんですけど、ロータリーがちっちゃいのでここが、ここがねもう目的地ということで、ここが目的地です。で、駅、はい、駅映るね、駅映ってますね。茨城駅って見えますね。止める場所がないのでこれで動画終わりにします。あ、一瞬だけ止めましょう。一瞬だけ止めます。ここは、止めちゃ本来いけない場所なのでナビのこの設定だけ変えるのにほんの一瞬だけ止めさせてもらいます。で、ギターの動画はね本当にちゃんとやっていきますのでお楽しみにしていてください。はい、それでは皆さんありがとうございました。